はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。強行回収企画パート17かな、やっていきましょう。でね、今回で、公式戦最後となります。まあ最後はね、やっぱり高橋選手がふさわしいかなということで、高橋選手でやっていきたいと思います。今のチーム順位はこんな感じ、 12.5 ゲーム差で3位。まあほぼほぼクライマックスシリーズ決めたんじゃないかな。西武があと何試合かな、4試合、お互い4試合、4連敗しない限り、決定かな。だからこの試合勝てばもうその時点で決定になると思う。まあおそらく大丈夫じゃないかなと思っております。まあ 4連勝、向こうが4連勝、こっちが4連敗 しない限り、まあ、ほぼほぼ決定ということで、まあ、すごい確率だけどね、まだありえるんでね、頑張ってやっていきたいと思います。ということでね、今回も最後までピンチチャンス操作でやっていきたいと思います。いや、勝ってね、クライマックスシリーズ決めましょう。やっとね、ほとんどの人の怪我が治りました。あと平沢くんがあと1日で治ると思います。だからおそらくね、万全の体制で、臨めるんじゃないかな、クライマックスシリーズはね。ディクソンか、そうだね、ライトどうしよう、谷さんで行こうか。ショートは怪我してるからね、東出選手で。打順、そうだね、谷さん9番行こうか、オコエ君6番、和田ちゃんとガッツを変えて、こういう状況変えていこうかな。高山選手が締め出したらしょうかしら、谷さん締め出したら、よーし、じゃあやっていきましょう。いや、気合入れていくよ。いや、ガッツはあれから1本もホームラン打ってないのね。そういうこともありますよね。よし、いや、公式戦最終戦勝ってね、気持ちよく終わりましょう。まあ相手ディクソン投手だからね、打てる気しないけど、いや、きっと高橋純平くんが抑えてくれるでしょう。まあなかなか強いオリックス戦ですし、まあクライマックスで戦うのはおそらくオリックスだと思うので、おそらくてほぼほぼオリックスなので、てかオリックスじゃなかったら西山が出れてないってことですからね。よし、頑張って。9勝9敗か、思った以上にあんまり伸びてないですね。どうだ、お、いいね、よし、来たよ。さあ、チャンス。さあ、そして打席には吉田。伸びたね、ホームランね。いや、いい体力打ってるよ、かっこいい。パーフェクト、パーフェクトですね。いや、ここまでいったか。いや、なかなか頑張りましたね、今回の企画ね。いや、結構見どころの多い楽しい企画やったんじゃないかなと。まあまだ終わってないですけど、まあ総括的には思います。今までね、別に、悪い、やらかしたなって感じの動画の企画じゃないかなと思ってます。いやー、今のはやらかしたね。さあ、ガッツ行こうぜ。ガッツあんまり能力下がらなかったね。もっと行かれるかなと思ったけど、けっ、うわ、そこにタックおるし。いやー、それはタックやったら抑えられるわ。バントでしょ。おっ、ピッチャーゴールでランナーが二塁に進むってタクどんだけ足速いんだって話ですけどね。ゼフ長だからね、全身でいいんだろうな。捉えられたら終わりだから。さあ、行こうぜ。そう、バッターボックスの T 岡田、今シーズン。よーし、序盤はカラバイオ。なかなかのいい成績ですね。まあ、4番としてはちょっと物足りないけど、ストライクから入れませんよね。ピンチですからね。やはりそうですか。怖いな。ナイスボール。インサイド際どいところ、ストライクを取ります。スライダー。インサイド落ちました。これはやべえ。返さないよ俺は。バックホームする。いい型。広げていきます。いいね。ツーアウトランナー三塁一塁。うわ、ここに陽大かおんのか。打席には陽が入ります。いや、いい感じ使ってるね、選手をね、タクもそう、陽大感も。オッケー。ぶね。よいしょ。よいしょとか言いながらね、平野結構危なっかしかったけどね。ナイスプレーです。お、ヒバント、素晴らしい。素晴らしい。打順は下位打線に入っていきます。だから、まあ今さらコーチ助言とかあったんだね、忘れてたわ。まあバントするけどね、うまい、セーフなるんじゃない、走れ、ピッチャーが取る、よし、完璧。さらにピンチになりました。さあ、しげしげファイトだ、行きましょう。三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあ、行こうぜ。どこに構えるか。よし、バッターの谷繁、何が来るかな。ツーシーム以外でお願いしたい。まあおそらく D カーブもやめていただきたい。ストレート、まあストレート投げてこないもんな、あんまり。投げてきた。2球目
ちました。落ちる落ちる落ちる落ちた。ホームに送球する。よし、なぜ二塁に投げなかったかよくわかんないけどラッキー。ここはちょっと走れないよね。わかった、わかったから。タリさんだね。まあバントでしょう、間違いなく。うん、これが初球。よし、まず。外して様子を見ています。さあバントしよう。うまーい。バントの技術だけは無駄にあるっていうね。よいしょ。アウト、ワンアウトです。さあ行こうぜ。能力だいぶ上がってるんじゃないかな、高山選手。打席には1番の高山入っています。打つよ。よぶい球、わずかに外れています。さあ三球目は何か。オッケー。取った。まあ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 。一塁そのまま。最低限の打撃かな。これ平野選手がヒットを打てば完璧ですね。いい打率。構え方おもろ。構え方おもろいね。後ろから見るとめちゃくちゃ面白いね。応援曲はいいけどね。よーし、打つよ。いやー、なんだよそれ。シンカー？そんなん持ってるんだ。サークルチェンジかな。よし、縦すらほとんど曲がってないし。さあ来い。よし、ナイスセーブ。これは見送ってボールです。さあ打つよ。滑ったのかな。うん、さあ和田ちゃん。和田ちゃん結局打率はまあ少しは上げたけどあんまり伸びなかったね。僕的には3割8あ2割8分ぐらい打つかなと思ったんですけど、打ちました。やられた。いやでも終始3番で頑張っていただいた和田ちゃんですね。まあそれなりに怪我も多かったけど、まあ普通に頑張っていただけたんじゃないかなと思います。お、どうだ。あら、ドバイ。いや伊藤ちゃんめっちゃ刺すね、かっこいい。やばいやばい。よかった、なんかホームランの予感したけど違ってよかった。さあ守っていきましょう。やべえ、読まれたか。俺もスライダー投げた瞬間やらかしたなと思ったんですけどね。スローイング E だと絶対右にそれるよね。まあ画面からして右にそれる傾向かなと思います。非常に期待が持てると思いますね。いやちょっと危なかったけどラッキー。よし、これで振るはずや。振ってくれ。やらかした。やらかした。甘く入った。ここに来て操作ミスしてしまうっていうのがまだまだ甘いな自分。伊藤さんいい打率ですね。来年はこれぐらいのね打率を残していただきたいなと思います。本当に球界で1位2位ぐらい争うぐらい僕好きな選手なんで。ゲイ。同点でよかったまだ。まあ試合的には面白いからね。頑張っていきましょう。うんうんうん、やべ、ラッキー。よし、オッケー、ナイスピッチ。お、よし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 。さあチャンスやってきたよ。打ちましょう。さあバファローズ一打勝ち越しの場面となっています。いい音楽なってるよ。こういった時は制球が大事になってきますから。そのツーシームツーシームじゃないよね。そうですね。まあそしてこのバッターはいやーやらかした。ツーシームの後のあれは厄介だね。あれが初球に来てくれたらもしかしたらもしかしてたかもしれない。いや見逃したんだよ。いや手が出なかっただけだけどね。ファウルボールです。ストレートでよかった。ツーシームだったら絶対やられてた。よし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 、もうああいうボールは食らいついていくしかないからね。さあいくよ。変化球打った。まあ最低限掴んだ。さあ次はね4番ですから4番に仕事してもらいましょう。最低限ランナーを進めてきましたね。甘いボール来るはず。さあこの場面で打席にはオッケー、よく見た。吉田入っています。さあ来い。よし勝負しないかな。次5番誰だったっけ。そうやられたね。やられた。得点圏打率は2割ボール球か。うまいとこ掘ってくるね。勝負強さがないと厳しいですね。やんだ。走れ。ショートの左抑えた。さすがに間に合うか。一塁アウトでスリーアウト。うまい。さああと1本が出なかったね。やばい。おお、うわっとピンチきたよ。誰。うわ糸井さんだよ。糸井が
入っています。チャンス丸、初球丸、チャンス丸か。ランナースタート、キャッチャー三塁送球する、セーフ、盗塁成功。やばいね、いや早いですね、やばいな。外角低めのストライク、高め、すぐに追い込みました。よし、フォーク振れよ。右に切れてファウル、カーブ、外側打った、よーしよいしょ、オッケーオッケー、上へ。ナイスボール。球がある球で行ってくれてよかったね。危なかったね。さあ、チャンスで行こうよ。お、いいよ、通り。よし。おこえちゃんすごいね。本当に通りめちゃくちゃ成功するじゃん。かっこいいね。あんだけ曲がってきたらストライクな気がするよね。ストライクを先行させていきます。よしよしよし。いいぞ。さあ勝負してくるのか。オッケー、よく見た。ボールになります。さあ来い。平行カウント。よし。見えてるよ。疲れてきてるよ向こうも。なんだ今のプレー。一塁送球。ホームに送球。いやーくっそー。いやーなんかおもろいことしたいなと思ったけどダメだったね。やられた。いやね、いらんことしたら。あ、いらんことした後にはさあここで迎え、さあなんか面白いことしたいなと思ったけどいらんことだったね。やめとけよかった。さあ2球目は何か。ナイスボール。これは手が出ないか。ストライクを取り、三振だ。ここはあっという間にインサイド打った。一番やりたくないことやられたね。一塁や、まあしょうがない。一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。まあここは全身で絶対に返さない気持ちで、まあいい場面、ストレート打った。よし走ってないね。セカンド逆転。ランナーは変わらず三塁です。たくか、ここでフルスとの対決。フルスじゃないんですけどね。さあ、2アウトにはなりましたが、もう一回行こう。なおもチャンスは続きます。まあここではしっかりどうだ、今の見逃しかっていう外角を狙ってそう、内角行こう。なるほど、そうですよね。よし、ナイスボー。バッターボックス、これ狙ってる外角から落とす。100点、得点圏での打率は1割、危ねー、甘かったね。となっています。もう一回行こう。まあ役回りというのもあるんですけど、よし、これでカーブが効くはず。さよならだ。まああまり気を締まりがないの。ストレート高め。三塁線。あぶね。怪我しないで。ファウルボール。怖い怖い怖い。いらんことして怪我したこと時は最悪だからね。ファウルボールです。さあ、しまいだ。九球目。よし。ナイスボール。いや予定外だったけど体力がなくなってきたからあんまり落ちなかったね。よし。つなげ。残念。よしよ、素晴らしい。お、やばい。お、素晴らしいね、谷繁刺したんだ糸井を。かっこいい。お、つなげ、つないで。よし、つないだ。さあ和田ちゃん仕事だ、ここだ。うん、さあバファローズマイストリだって。やっかいだな。ここは強振だね。追い込まれるまでは甘く来るよ、絶対初球甘く来る。ほら来たけど上がりすぎか。いやー惜しいな、スリーアウト。くっそー、ピンチのチャンスの後には。おっ、抑えてるね。ラッキーラッキー。延長戦だね。いや最終の公式戦はもつれそうですね。もう打たれたら終わりなんだけど、ここは勝負どころでしょうね。ナイスボール。そうですね、まあただちょっとチャンスで打てていない場面も見られますから。そうだな、カーブ、ここは打ってほしいですね。青木選手も本当1年間ねずっと活躍してくれてると思います。さあ終わりだ。2ストライクと追い込んでいます。あ、俺が終わったかな、俺が終わったか。あぶねー。まだ神様いるようです。仕留めきれません。よし、怖え。何今の、めっちゃ切れていってたね。よかった、打つよ、ほら打った、いけ。よし、さあ決めてやりましょう試合を。里達だったっけ、絶好調、好調の里達とか打てる気しねえよ本当に。まあ昔ほどの能力じゃないからね、もしかしたらもしかするかもしれないよ。 OK、 甘いチェンジアップとか来ないかな。大丈夫、これ間に合う。よし、三塁は間に合ったよ。一塁アウト。次誰？
さあ、オコエ君決めましょう。ここで一撃だ。そのストレート打てる気しねえな。ちゃ打てる気しねえ。まあどうでしょう、犠牲フライを狙ってくるんじゃないでしょうか。これフォークとか押されたら厳しいな。よし、よく見た。これは外れた。さあ来い、ナイバーチ。ショートうまくさばいて、チーくっそー。ランナー挟まれた。オコエ君走らないの。これはどうだ。うわ、今走っときゃよかった。あれを止めてくる、止めてくるタクの守備だよね。まあまだ終わってないよ。よし、絶対打ってやる。うん、低め外れています。絶対打ってやるよ。オッケー。いや無理だな、無理だな。おそらく無理だったよね。打ってやったけど代打だ。キャッチャーいるね。吉信でしょ。うん、ここはもう間違いなく吉信だ。さあ決めるよ試合を。ここで打ったらもう神。まあ、苦しい展開になってきましたね。そうですね。打ち上げました。この打球はフライになっています。はあ、もうやられた。あ、終わった。いやもう分かってるね、ティオから分かってるわ。うん、そこで試合を決めるってことをね。あー、やられた。くっそ、ムカつくな。やられたね。まあおそらくね、クライマックスシリーズはいけると思いますけど、いやー、あそこの東の絶対打ってやるがピークでしたね。うん、しっかり打てたけども持ちがダメでしたね。いやー、ヨシノブのあのしょぼいフライ舐めてるよね。よし、ってことでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。次回はね、おそらくクライマックスシリーズやっていきたいと思ってます。それではご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、ソウスケでした。さよなら。